応ね、アシアの国っていう架空の日本の話らしいんですよ。俺が主人公主人公に見える？いやいや、パッケージ見てる。どう見ても僕だ時代のあれすごいね。よくここまでグラフィック進化したんじゃない。そうね、綺麗になったね、うん、ラッキーで生き残ったじゃん。相手の方が死に損だったけど、まあな。これ普通にちょっと映像に見入ってたわ。なんか見覚えがある。ほう、対馬でこの前やったよ。あ、なんだっけ、あの志村とのおじうえ。あれなんかちょっとしなんか猛虎っぽいし。だからいたらこんなやつな。あれなんか元寇って結構前の話じゃん、戦国末期より。元寇はもっと前でしょ。1200年1300年と同じだ。こっちは江戸だからこっちの方が古いはずだけど、長生きだね。こっちの方が若そうだ。まあ誉れある戦いを遠征したの。遠征、ああ毎回このムービーを思うたびに見るんだけどさ、これ刀でっかくね。これどっち敵な、敵じゃねえ、このおっさんの。スネープ先生じゃん。スネープ先生だな。何、あのついに魔法やめたの。ああ、魔法を学ばなかった世界線だ。でかくなったな。大丈夫な、あの一心様、一心じゃねえや、あの志村殿の部下、もう誉れなんてない戦い繰り広げるけど。忍びだからもう最初から誉れないでしょ。もう毒殺とかめっちゃしてるからね。だいぶ年いったな、うん、何年ぐらいだ、20年ぐらい経ったんか。こんな経った。